お菓子やアルコールなどの適量を確認していきましょう。量が多くなってしまいがちなお菓子の1日あたりの適量を手ばかりで見てみましょう。和菓子の目安量は片手の人差し指と親指の輪の中に入る量、洋菓子は片手の手のひらに乗る量、スナック菓子は片手に乗る量です。皆さんは食べ過ぎていませんでしたか？手ばかりで簡単に量を確認していただくだけでも構いませんが、きっちり間食を管理したいという人には栄養成分表示を確認することをお勧めします。間食は1日に200キロカロリー以内が望ましいと言われています。こちらの表のように1個食べると200キロカロリーを超えてしまうものは多くあります。お菓子を購入するときに栄養成分表示を確認します。例えば大福 100g の場合はエネルギーが235キロカロリーになります。これだけで1日の目安の200キロカロリーは少しオーバーしてしまいます。お菓子を買うとき、食べるときは栄養成分表示を確認して200キロカロリー以内になるように調整しましょう。食事で菓子パンを食べている人も多いと思いますが、菓子パンは主食ではなくお菓子の仲間です。同じ 100g あたりのエネルギーで比較すると、菓子パンを食パンに変えるだけで摂取エネルギーを少なくすることができます。今まで食事で菓子パンを食べていた人は菓子パンを控えて余分なエネルギーを取らないように気をつけましょう。夏によく食べてしまいがちなアイス、アイスには乳固形分の違いによりラクトアイス、アイスクリーム、アイスミルクの種類があります。この他に評価があります。一般的に 100g あたりのエネルギー量は評価が少ない傾向にあります。これからアイスを購入されるときは栄養成分表示とともに種類も確認してみましょう。続いて水分補給です。夏場で喉が渇く季節、飲み物では砂糖の多く含まれる清涼飲料水や炭酸飲料、加糖のコーヒー飲料についても飲みすぎには注意が必要です。水分補給は基本的には砂糖の含まれていない水やお茶を選ぶことをお勧めします。1日 1.2 リットル程度の水分補給をこまめにしましょう。1日のアルコールの適量を手ばかりで確認してみましょう。ビールは片手で L 字を作り、親指の先から人差し指の先までです。ブランデーやウイスキーは親指の幅分、日本酒やワインは人差し指の長さが目安です。節度ある適度な飲酒として1日平均純アルコール 20g 程度が目安になっています。ビール中瓶1本 500ml、 日本酒1合 180ml、 焼酎 0.6 合 110ml、ウイスキーダブル1杯 60ml、 ワイン2杯 240ml となっています。適度な飲酒量を守り、休肝日を作ることにチャレンジしてみましょう。